タートしました。さあ先行争いです。何が行きますか。今日はスタートを決めたぞ。トップサバトンが行きました。トップサバトン、これが行くようです。内を通りまして2番のマリオフェリックスであります。あるいは6番ブルータブーは北海道代表、さらにはディオスクロイ、この圏内であります。早め早めの競馬、14番のフリオーソ、昨年のダート2歳チャンピオンです。外から行ったぞ。15番の遠心一騎も行った。今5、6投目控える格好になって2番のマリオフェニックスであります。あとはブルータブーです。開いて東京ダービーは当番のアンパサンド中段から内を通って単勝1番に北家豊、ロングプライドが行っています。その後1馬身遅れ7番のワイティタッチ、その後ろでありますが2馬身監査9番のマイネルアワグラスが行って、あとは開いて3番キングスデライト、その後は11番のジェイドロボスであります。開いて兵庫代表の雪の嵐であります。後ろ3頭はタイガンジョージ、さらには13番のプラチナから2馬身遅れ4番のナリショーキングラスト最高峰です。先頭からお芝居最高峰まで15馬身ぐらいです。向こう流しの中間点を過ぎてまいります。先段の3頭ビシッと固まりました。フリオーソ、トップサバトンの両馬、ここでかわされて15番のエイシンキはちょっといっぱいになって3番手に下がりました。竿を詰めにかかりました。後方追い込み勢でありますけれども、黄色い帽子当番のアンパサンドが動いて今後位の3番手に上がりました。その後ろ竹豊ロングプライド、これが4番手であります。5投目が12番のディオスクロイ、ディオスクロイちょっと下がっていったか、かわって前出ていこうというのは9番のマイネルアワグラスイカであります。4コーナーから今最後の直線に向いてまいりました。振り切って先頭は14番フリオーソ、フリオーソそのリードは3馬身以上あります。そして東京ダービーはアンパサンド、アンパサンド外から竹豊1番ロングプライド押しておりますが伸びがないか。今は3番手竹豊ロングプライド、今は3番手内を取って二の足を使ってディオスクロイがやってまいります。先頭は14番のフリオーソ、3つ目で決めた1着。